どうですか？皆さん生きてますか？皆さん生きてますか？大変お待たせしております。今、超調べてた。超調べてたよ。超調べてました。声入ってますでしょうか？ああ。声入ってますでしょうか？来た。お、声聞こえるよ。あ、ほんと？お、ついに来た。イエス、来たー。いやー。ララは私を導いてくれ。来た。声も来てます。オッケー？よかった。おー、聞こえた。来たー。来ました。問題ないです。入ってます。いやー。入ってますよ。あのですね。音量良好。今回の、ララが導いたのか。今回の原因を一つ説明すると、まあまず、心のエコロ、お疲れですか？入ってるよ。いやー、改めて、あのですね、今回の説明すると、今回の、はい、よかった。今回の、なんか変なことになってますけど、まあまず、心のエコロ、なんか変なことになってる。今回の説明すると、ちゃんと入ってますかね。ゲーム内の音、あ、ゲーム内というか、なんか適当に音楽が入るかどうか確認しつつ。大丈夫ですかね。二重音声わらわら。はい、大丈夫ですかね。ちょっとなんか適当に音楽になるかどうか確認して。OK?音楽がこれで今試しに音楽を流してるんですけど、これで入れば OK です。まあちょっと始めようと思うんですけど、そもそもの話が、あの心のエココロってやろうと思ったんですけど、あれ解像度変えられないです。画面を画面をね、画面の大きさを変えられないんですよ。で、画面の大きさを変えられなかったんで、ゲーム、あのパソコンの解像度を800-600に変えたんですよ。800-600、一番低くしたらシャドウプレイが反応しなくなって、やべえと思って、それでもう一回シャドウプレイつけようと思ったら、もうあのシャドウプレイがですね、一切反応しなくなりまして、どうしようもない。でシャドウプレイを今インストールし直しました。みんなシャドウプレイをやる際は解像度、解像度800-600にするのやめよう。というわけでですね、心のエココロをやりたかったんです。私はこれをね、本当はこれをやりたかった、これをやりたかったんですけど、この画面だとちっちゃすぎるんですよね。800-600、懐かしい解像度。シャドウプレイを破壊。シャー、破壊ったな。シャー、これをやってもいいんですけど、この画面ちょっとちっちゃすぎますよね、いくらなんでもね。これで問題なければ、私があの男の音声を読みながらチャ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 と行こうかなと思うんですけども、それか、まあ、別のゲームやる、もうちょっと時間遅くなっちゃったんで、てか30分トラブル、すいません。ほんとすいません。出た SAM は対決するゲームはな、30分トラブってしまいました。失礼しました。そんなわけで、まあ、ちゃちゃっと5分ぐらいサクッとやってみて、この画面でダメだったら他のやりますから、とりあえずサクッと行ってみよう。心のエコロ、はい、スタート。ノープロブレム。幼い頃にした約束など、成長とともに忘れ去られていく。幼い頃だからできる突拍子もない壮大な約束、大人になってもそれを信じてる人などそうはいない。しかしそれを信じ続けることができたなら、きっと願いは叶うだろう。ちゃちゃっといきますよ、ちゃちゃっと。マンデー、セプテンバー。ここのエココロかよ、わらわら。ちゃちゃっといきますよ、ちゃちゃっと。カツン、カツン。これがちでキモい、わらわら。こんばんに。こんばんは、ちゃちゃっといきます、ちゃちゃっと。ん？窓を何かが叩く音で俺は目を覚ました。うるさいなぁ。それから逃れるように、頭でもすっぽりと布団をかぶる。もう少し眠らせてくれ。カツン。
BGM いいかな。あ、手をつぶってやるかよいゲームですよ。広め。あと5分。こんばんは。このゲームやってると SA の値が減ってしまう。やりすぎだろ。頑張っときゃ。ベランダに駆け寄って窓を開ける。ゴン。なんとか文字読めるよ。頭にドツイッツ。おい、ココロ、お前もう少しマシな。やっと起きた。遅刻しちゃうよ。ベランダから下を覗けばそこにはいつもの風景。幼なじみ、SA の値ピンチ。幼なじみの心の、心がこちらを見上げていた。足元に大量の小石が置いてある。早く準備しないと。うわぁ。わかったよ。キモい。わらわら。ところでこれは、割ったか何かか。すぐに準備をして家を出る。普通に文字見える。お待たせ。キモいわらわら。家を出るときは、行ってきます。だよ。いや、今他に誰もいないし。ほらー。まあ、俺の両親は海外旅行中だ。妹は俺より先に学校へ向かった。幼い頃にこれ見たら気絶するわ。はいはい、行ってきます。バッタだよ、うん、行ってらっしゃい。ちょっとこれゲーム内の音声上げましょうか。可愛いわら、声がわらわら。いや、その服はどうやって着たのかと。 SYARU さんこんばんはの。普通に巨乳、子供が見ると死にますよ。満面の笑顔で手を振り、俺を見送ろうとする心。いや、お前が見送ったらいかんだろう。もう、すぐそうやって兄足を取ろうとするんだから。ふてくされてる場合か？急ぐんだろ？そうだった、走らないと。ははははは、強烈だ。俺、一ノ瀬一太郎と心は家が近所ということもあって、小さい頃からよく一緒に遊んでいた。小学校、中学校、そして今現在高校も一緒だ。わらわら、主人公以外マシな人がいない。俺たちは3年生、今は受験を間近に控えた高校最後の夏。一太郎、今日の数学の宿題やってきた。人じゃない生物だ。宿題そんなもん出てたか。苦難が辛い。柱の方の会話は息が弾んでリズミカルだ。出てたよ。もしかしてやってないの。やってないも何も出てないって。昨日先生言ってたじゃん。破壊力抜群、わらわら。そうだよ、これはジオンの進化タイム S ですね。わかります。数学って何次元目だ。4時間目だよ。そうか、それならよかった。あ、今私の写そうとか思ったでしょう。頼むよ、心。ダメ、たまには自分でやらないと。これは拒食されそうなシーンですね。背中に乗せて。昼飯おごるからさ。早い。え、どうしようかな。ラーメン安いよ。ハム太郎のうどん、それ同じ値段。シルビさん、こんばんは。仕方ないな。レディースランチでどうだ。こんばんは。それならいいよ。お前、ほんと現金なやつだな。食われる。いや、悪かった。ココロちゃん、最高。超優しい。そんな恥ずかしいこと、大声で言わないでよ。マジで笑える。席に着くと、親友の正川雅人がやってきた。ちょっと。おう、こんばんは。おはよう、まさとくん。こんばんは。質問受けないのかな。クリーチャーランチ、お待ち。走りながらこんなに喋れるとは。相変わらず二人ともギリギリだな。だって、一太郎が人間だものってシャツ着てんだけど。ふうかよ。わらわら、ほねわら。変なこと言うなって。わりわり。わらわら、まさとくん、聞いてよ。一太郎ったら、今日の宿題見せてって。インパクトわらわら。宿題？俺はやってないし、やらないぞ。わらわら、わらわら、T シャツわらわら。
お前、おたわらしいな。一太郎、肝心なこと忘れてるでしょ。なんだ？マサト君は天才なのか？宿題やらなくても大丈夫なの？別をわらわら。これ見たの2回目わらわら。もし先生に当てないけど、その場ですぐに解いてやるからね。他の登場人物くらい。そうだった。マサト見た目はいかにも頭の悪そうな風流。いや、そういう話なのかな。しかし、その実は全教科学年トップの天才くんなのだ。わらわら、私のを写していいから、今度はちゃんとやってくるんだよ。なかなかインターナショナルな学校だ。ため息交じりに数学ノートを貸してくれる。あ、サンキュー。ほんと仲いいよな。3人始めるぞ。他人が美味しかったー。ひらむすに数学の宿題をさせてもらった俺にエリーズ団長を怒った。それはよかった。こんな美味しいのが食べれるなら毎日でも写させてあげようかな。さかのわらわら。きたー。これはバイオハザードですわ。心が不安に思えてきたわら。いいのか。怖い怖いわらわら。次からは自分でちゃんと宿題してよね。クソだと言ってよ、バーニー。だよなぁ。もう高3だよ。受験はどうするの？それは聞かないでくれ。な、何を食べた？どこにも映らないだろ。お前は、やっぱり相変わらず東大に目指してるのか？東大とかの話じゃなくて。ニコニコして恐怖はライムわら。時間進むの早いわらわら。遠いだろ？やめろよ。一人暮らしそれしても多分問題はないと思うな。まあそうだよな、やっぱりな。一人暮らしも楽しみだね。東大か、俺には無理だな。わかんないよ。これは確かだろう。やればできるんだから。それは否定させてもらう。無理だ。すぐ無理とか言うんだから。マサト君東大行ったって言ってるし、3人で行こうよ。そりゃ、お前はマスとは頭がいいから。成績優秀な友達が2人もいるような。いくらでも教えてもらえるじゃない。教えてもらえるね。どんなに出来が悪くても私は見放さないから。いや、見放してもらった方がいいかも。食われる。それ地味に傷つくな。ごめんね。そんな楽しそうに笑うなよ。ま、俺は俺で適当に考えるからさ。水泳だった。女子は水泳か。早く更衣室に行かないと。先に行くね。さあサービス室に来るよ。あ、またな。むしろこの学校にカプコン性減り落としてほしいわらわら。5時間目の授業、男子は炎天下のグラウンドでサッカー。あっち、やめろ。これ差別だろ。女子は水泳だもんな。ちいくしょー、熱すぎて溶けちまうぜ。まったくな、プールに飛び込みたいもんだ。な、そうなんだ。ニャニャしがって。さすがにプールに入るのは無理だよ。シャワーなら浴びれるんじゃね。個室のか。ああ、ついでに。よし、行こう。この学校に属さねば、貴様も苦しむことはなかったろうに。なんだよ、これよ。あっかいたん、あっかいたん、あっかいたん。やめろって、誰か来るだろ。ちくしょう、出られっか。まあ、仕方ねえな。このまま帰るのも負けた気分だ。は？覗きに行こうぜ。調子の水泳。やめろ、やめるんだ。それはやめるんだ。よし、行かない。プールの脇にコソコソと移動し、フェンス越しに中を覗く。おい、一太郎、たまらんぞ。どれどれ。アレックスだ。ああ、来てしまう、来てしまった。やばい。
隠しがないわね。お楽しみですね、わらわら。まさに七に行くりん、殺される。ここから不動意注意。心地獄絵図、わら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 。おいわどうした。いや、アレックス登場。はい、元気に寝るよ。わらわら、バイ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 。ちょっと待って、ちょっと。はいはいはい、寝るよ。はい、寝てしまう。だアレックスのチェインマイン攻撃みたい。はい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 。はい、おやすみしようね。選択肢の場面おもろいよ。はい、寝る。チビアレックスお年齢だよ。わらわらチビちゃんわら。小さなアレックスわらわら。アレックスわら。とんでもないところで襲来だ。チビアレックス来たわらわら。それは見せてはダメだ。アダルト以上にわら。そして放置される地獄絵図。これは見せたらあかんわら。トラウマになる。泣いたわらわら。小さなアレックスおやすみ。泣いたわらわら。子供に見せたら悪夢確定。アレックスタン。チェーンマインされた？ナメック星から来たのかな、わらわら。怖いよ。親の威厳のために防がないと、使命感。女子わらわら。いやー、歯磨きが嫌で逃げ、こっちに逃げてきましたね。歯磨きが。嫌らしくてですね、何かにつけて逃げてくるわけなんですけども、歯磨きの時間帯は、まさに今それでした。静かにお子様すごい親父が熱中するわけだ。というわけで次に行きましょう。あのグロシーンでずっと止めてまして申し訳ないです。はい、お子様わら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 、歯磨き大事よ。そう、歯磨き嫌いなんでね。あ、わかるわ。あれくん、パパの性癖を知ってしまった瞬間でした。歯磨きわらわらよくある話ですね。シルビさんいくつ？いやらしくて。自分すぎるほどにふっくらとして柔らかそうな胸。歯磨き手のひらについてしまいそうなムチッとした太もも。それでいて締まるべきところは締まってる完璧なボディライン。いきますよ。ココロちゃんばっかり見てんなよ。そんなことないって。嘘つき。まあ、ダントツでトップだよな。幼馴染とはいえ、あんな姿を見るのは久々か。言ってる。まあそうだな、いつの間に。エロいな。どっちも硬そうなんですが、それは、わからん。メロンソーダ味の歯磨き粉だと、歯磨き好きになりますよ。なるほど、歯磨き粉の味を変える。だけどなんか味ついてるやつだと思うんですけど、今は嫌ですね。めっちゃ泣きます。ザバザと水を置きながらぐんぐん進んでいく。あんな姿ってわらわら。相変わらず早いなって。すげえな。あいつ小さい頃から泳ぎは得意だったんだよ。カマキリって泳げんのか。カマキリじゃないのかな、わかんない。ココロ曰く、水の間の指の間の水かき部分が人より広い。お前の目は腐ってる。部屋も腐ってるか。将来の夢は水泳選手とか言ってたっけな。あ、じゃあ体育大とか目指してんのか。これはゲームなんですか。これは恋愛ゲームです。じゃあ、いや、小さい頃の話だからな。今は東大に入りたらしい。バッタも泳げないはずだが。いろいろ知ってんだな。腐れんだからな。お、上がった。お水に入れると針金虫出てくるぞ。カマキリ水に入れると、あ、そっか。そろそろ戻るか。そうだな、見つからないうちに戻るか。ひどい。
というわけでサービスシーンでございました。放課後です。初見です。で、初見がこれってやっぱり俺は変態なのかな。いえ、ジャブロー変更用に泳ぐ練習してるんです。またで、キリ。初見。ずっと待ってたよ。カマキリも東大に行く時代なのか。帰ろっか。このゲームはどこの層を狙っているのか。あ。そうだ。帰りにスーパー寄って帰ってもいい？いいけど、なんか買うの？今日は私が晩ご飯作ってあげるね。この後にもっとアドベンチャーだ。確かに。いいって。遠慮しないでよ。昨日何食べた？コンビニ弁当。そんなのダメだよ。いくみちゃんもいるんだから。いくみちゃん。あいみちゃんじゃなくていくみちゃんの。笑ってる。いくみ、一ノ瀬いくみ。いつみか。いつみ。両親不在のしばらくの間、いつみとぴったり暮らしだ。キョウさん、お前の料理の腕って。練習したから大丈夫だって。それに、最後に使われた料理なんて、何年前？11くらいだっけか。私の上達っぷりに驚くから。笑ってる笑ってる笑ってるこれは食われる。笑ってる。わかった。期待してる。笑ってる。任せて。妹の姿を見て笑ったら負けな、わらわら。お邪魔しまーす。なんか、妹と同級生、逆。ただいまー。泣いてる。いつみはまだ帰ってきてないみたいだな。部活？多分。何の部活してるんだっけ？陸上部。へえ、練習きつそうだし、きっとお腹空かせて帰ってくるね。そうだな。いつも帰ってきたらカップ麺をうまそうに食ってるし。はあ、ダメだよそんなの。止まった。ん？育ち盛りなんだからちゃんとしたものを食べてもらわないと。まあ親のがいないだけだ、間だけだし。だ、明日からも作りに来ようかな。まあそれはお前の腕次第だよね。偉そうだな。もう見ててよ。はいはい。いつみちゃんにもしっかりと栄養つけてもらわなくちゃね。ところで何を作るの？この材料見てわかんない？じゃがいも、人参、玉ねぎ、カレールー、肉じゃが。あれ、肉じゃが嫌いだった？やべえ、この雰囲気が怪しくなってきた。嘘だよ。今ちょっと私が本気で言ってるって思ったでしょ。目が赤くなった。目が赤くなった。ちょっと、オウムだ。オウムが怒ってらっしゃる。怒ってる。彼は笑カレールーと花だった。冗談だったな。あ、やばい、襲撃が。あ、冗談だったな。そうだよな。攻撃サインだ。避けろなっと、わらわら。あ、新しい恋愛ゲームの楽しみ方は。そうだよ。お番でございます。殺されるー。顔真っ赤にしょこっている。さすがにそこまで両チョンちょっと。失礼だった。わらわら。もう、カレーだよ。いつたらはカレー好きだったでしょ。わらわら。お、カレーなら、一秒大好きだから大丈夫だ。よかった。じゃあ作っちゃうから、適当にくつろいで待っててよ。サンキュー。なんでだよ。なんでだろう。腕を上げたんじゃなかったっけ。あはは。これでうちのキッチンを破壊するのは2回目だな。大丈夫だよ。うちのキッチンなんて1ヶ月に30回爆発してるから。いつだろう。冷静わらわら。目が流し目。爆発わらわら。怒ってない。呆れてる。ごめんね。
いや、いいよ。問題は今日の晩飯がなくなったことだ。いつみちゃん、いつ頃帰ってくるの？いつもならこれくらいの時間に。はぁ、フラグが来たー。赤から紺色にわら。わらわら。どうやったら爆発するんだわらわら。毎食じゃないだけ。たった今来たっ。カレーは投げ払われた。毎日はわらわら。ちょっとまさかの、まさかの、これ何、何類って言うんですか？何類？コウモリって何類？ユーティー人、中学3年、陸上部所属、見ての通り小さく可愛らしい妹だ。笑ったら負けなわら。わらわら。逆、逆、ああ、私の友達は、家のキッチンで炊飯器爆発させたことあるよ。ごめん、入れすぎです。兄として妹を可愛いというのもどうかと思うが、実際陸上部でもかなりモテているみたいだ。コウモリ、まさかの。哺乳。いつみちゃん、久しぶり。感じられないわら。妹わら。哺乳類。あ、心ちゃんだ。久しぶり。いや、スカート。久しぶりに会ってさ、本当に申し訳ないんだけどね。コウモリわらわら。ライトタイプ。キツミスは晩飯がないんだ。ポカ弁買ってくるわ。飛んだ方が早いよな。ポコロちゃん、今日泊まってもらうから。DNA ドーナツでいいでしょ。まあ好きにしてくれ。やったー、ココロちゃん泊まっていいって。ナメック星人と妹はセルの仲間かな。そうか、ココロ今日泊まんのか。一太郎、今日は泊めてもらっちゃってごめんね。いや構わないさ。それでお願いがあって。なんだい。10時間の無駄にレベルの高い棒読みで、コウモリさんはバッタも食べるね。まったくしたかたないな、コネクちゃん。なんだそれ。やめろやめろ、心の準備はいいか。心の準備はいいか、みんな。ここは、ここは、ここは、心の準備がないとみんな死ぬぞ。やめてくれ。やめろやめろ、俺を殺すな。おい、一太郎、地獄絵図。ごめん。わらわら。いや、子猫ではない。18! わらわら。ひー。一太郎、どうしたの？すごい。どうなってんだ、わらわら。いよいよ、捕食。一太郎、お風呂借りるね。わらわら。いやー、誰か助けてくれ。わらわら。目開けた。謝るな。まあ、いっか。借りちゃうね。目が気持ち順んでいるような。こわー。制作者連れてこいわらわら。今誰かいた気がしたんだが。お楽しみでしたね、わらわら。これは SAN 値が0になりますわ。どうやら、いかんいかん。シャワーでも浴びて頭を冷やそう。震え声。今更変な妄想してるんじゃないの、しっかりしろ。俺着替え待って風呂場へ。待て、みんな心の準備はいいか。お約束来ました。あ、またフラグ。これは今の視聴者減ったわらわら。これはな、違うんだ。何が違うの？だな。だからその一太郎のエッチ。一体俺たちにどうしろっていう段わらわら。全個目が生えた。わらわら。バカ、さ
は、八鬼が捕食されるわらわら。いって。全世界が吐いた。やべ、話。八鬼が吸う。お兄ちゃん、って同じ？いろいろと違うな。うん、主人公、人間だった。大丈夫？どこかに見つけた？番組もやっているんだが、音がぴったりハマるわら。スネーク、いや、心に殴られた。スネーク、心ちゃんに？前世が泣いたわらわら。俺が悪いんだ。俺が心の。お兄ちゃんが鼻に口で吐いた。どういうキャラだよ。キャーキャー、楽しそうだなお前。ちょっとまずい系の見た目からしてさらにまずい感じで。感動しますか。どうせお手紙を添えたんでしょ。わらわら。偶然ね、偶然。はいはい、運のいいことで。信じてないし。ガノン。ガノンですよこれ。ある意味ガノンですよこれもう。笑ってるキャラか。大読みがわらわら。ガノン。ガノン。さあ。いつだろう。いつみちゃんから聞いたけど。フノは大丈夫？いるのがわらわら。あ、大丈夫だ。それより覗いたりして割るか。ごめんね。え、謝るの俺だろ。ううん、見ちゃったのはわざとじゃないのに本気で殴っちゃって。いや、それは仕方ない。鼻血が出るぐらいだし、怪我になってない？それが心配で。大丈夫大丈夫。鼻血ブッシュ大統領わらわら。殴られたからじゃなくて、お前の裸を思い出して出た話だし。本当に本当に大丈夫なのね。ああ、大丈夫。それと、俺にも謝らせてくれ。ん？わざとじゃないと見てしまってごめん。うん、別に恥ずかしがることじゃないのね。ちょっと本当に。大丈夫、もう一回見せ。恥ずかしがることじゃない？だって、小さい頃はずっと一緒にお風呂入ってたし。小さい頃と今違うだろう。同じだよ。同じだって思わないと。なぜだか急に心の表情が肉の盛りが出る。どうした？え、どうもしないよ。そうか。ゲロ間違いだろ。なんでもないなんでもない。おやすみ。おう、おやすみ。それで5人減るわらわら。何だったんだ。またフラグか？白パンだけは高評価。1日過ぎました。Day 2。まあ、さっきわらわら。淡々と行こう、淡々と。朝のホームルー。今日は先生だ。用紙の提出期限だぞ。先生が一番やばい。はいはい、静かに。もう出してくれてるやつはいいんだが。一ノ瀬。出していないのはお前だけだ。え、嘘だろ。みんな出してるんですか。そうだ。どうせ希望よ。これ狙ってアップにしてるだろ。なんでもアレックス再登場。まゆ。はい。治療して教授に持ってくるように。教授っすか。そうだ。わかりました。お前適当に書くなよ。仕方のないやつだ。一週間伸ばしてやる。はーい。何のモンスターだよわら。何でこんなに主人公食われそうなキャラがあるんだよ。サービスシーンで必ず視聴者5人減る。どうしろって言うんだ。たかだかまだ18歳。こんな若造に将来を決めるという方が無理だ。俺は何がしたい。小さい頃はよかった。
パイロットとかサッカー選手とか言ってるだけで親も先生も喜んでくれた。一人減ったよ。進学か先生の弱っで笑う就職か特にやりたいことがあるわけじゃないし、大学に行ってもう4年ほど将来を悩む時間もらいたい。もらいたいが俺の成績だと進学は無理だ。先生やアウトラシとも学部を決めないといけないし、学部を決めるとそこでまた選択肢が少なくなる。パイロットでいいんじゃねえ。なんてクソのシステムだ。何がクソだって。いきなりここから探して、一緒にご飯食べようと思ったのに。すまん、そんな気分じゃないんだ。どうしたの。日本のクソなシステムに嫌気がさしただけだ。ああ、ちなみにお前はなりたいことってあるのか。なりたいこと、将来の夢。食べられる。特に考えてないかな。考えてないのかよ。それでよく進路決められるな。一太郎は考えすぎだよ。そうか、私は東大の理系の学部なら何でもいいって。東大理系、本当に決めちゃったよ。それで将来やっぱり文系に進めないってなったらどうするの。その時はその時に方向転換すればいいじゃない。そんなもんか。それまでの時間が無駄じゃないか。無駄にはならないよ。どうして。元から文系だったやつらに受けろっとってるし。元から文系で勉強を組んだ人たちは違う経験をしてるんだよ。お得だよ。お得。どんな経験でもいつかどこかで絶対に役に立つから。お前いくつだよ。18歳だけど。知ってる。ははけど適当に決めて東大か。俺にもその学力あるな。お父さんが東大以外はダメって言うからね。お父さん学部学科は選ばせてくれたけど。お前も大変だね。けどお前ならいけるだろうな。一太郎にだっていけるよ。それは無理だって。私は一太郎と一緒の大学に行きたいな。めっちゃ押されてる。そりゃ俺だってそうなればいいなって思うけどさ。本当？お前がいればいろいろと楽だし。はぁ、バカ。そのバカは半年で東大に合格されさせてくれないもんかね。教えようか？勉強。今までずっと一緒だったんだよ。大学も一緒のところ行こうよ。東大しかねえ。一太郎。わかった、頑張ってみる。本当に？喜んでる。だけど俺マジで頭悪いからな。大丈夫。苦労するぞ。お前の勉強の時間を取っちまうぞ。教えるのも勉強のうちだよ。頑張るわ。うん。早速。だからここをこうするとこうなって。で、こうしたら終わり。なるほど。じゃあ、こっちの問題をやってみて。OK。あれ？こんばんは。こんばんは。これ、ここをチェックしとくと分かりやすいよ。おお、なるほど。みんなね、あれですよ。目をつぶろう。目をつぶれば、目をつぶれば大丈夫だ。で、できた。ほら、やればできるじゃない。お前のおかげ。私はちょっとサポートしただけだよ。けど、一問解くだけでこんなに気持ちいいんだね。でしょ？達成感あるよね。とりあえず、今日はずっとここのページの基礎問題をやっていこうか。ラジオやったんや。明日もこの調子で頑張ろうね。ああ、よろしく頼む。いくらでも頼まれちゃうよ。笑ってる。お前本当にいいのか。何が？俺に教えたと家に帰って自分の勉強だろ。一太郎が頑張ってるんだもん。それを見てたら私も頑張れるってもんだよ。これマジで目をつぶりましょう。そうか。その代わり一太郎は帰ったら復讐だよ。わかってるって。明日もみっちりやるからね。なんか楽しそうだな。あ、分かっちゃった。なんとなく。だってなんか一太郎の家庭教師になったみたいで楽しいんだもん。家庭教師って家じゃないし。じゃあ
次の休みの日は家でやろう。家で？俺は構わないけど。じゃあ決定だね。デイ3。さあ新たな登場人物は来ないんですね。選択肢なしの恋愛アドベンチャーって斬新。選択肢ありますよ、わらわら。選択肢あらしい。またか。じゃあこの辺で一度セーブを。性格はとてもいい子。ふっ。ドキュメント10時半。こんなに真面目に勉強したのいつ以来。これも全て心のおかげだ。昼から心が教えにやってくる。まあ、もしかしたらご褒美が。おお、ご褒美。キモお兄ちゃん。え、キモ。勝手に入ってくるなり、それかよ。だって、珍しく勉強してると思ったら、教科書を見ながらニヤニヤしてるんだもん。頭いかれちゃったの？あ、確かに、あたから見たら変人だな。別に勉強が楽しくて仕方ないとかってわけじゃないんだよね。ご褒美。当たり前だ、苦痛だ、こんなの苦行でしかない。しかし耐えねばならん。うわ、ちょっと難しい言葉使ってるお兄ちゃん、うっさ。わらわら、どうしたの？あ、まあ、いくら妹へうざとかひもとか言われたら俺だって傷つくよ。昇進？え、昇進なの？お前の方が決まりだろ。だよな、くそ。もう昔はもっとおしとやかで可愛らしかったのにな。いつの話してるの？小学校くらい。いつだって俺の後ろちょろちょろついてきたのに。そんなこと言ったらお兄ちゃんだって。ん？何かあったか？あ、私を抱きしめて寝てたくせに。なぜかそこで真っ赤に顔を染める。どうした？なんでもない。それ、これね、なんでニヤニヤしてたの？心の目で見よう。バサバサついてきた。バサバサ、ちょっとそれツボだな。ニヤニヤしてたのは、あ、そうだ、あれあれ。ああ、あれね。いるからココロちゃんも来てくれるからね。わらわら。ちゃいまんかな。動揺しすぎ。ほんとごまかすの下手くそ。そう、それはお前が妹でずっと一緒にいるからバレバレなだけだって。他の人にはうまくごまかせてると思ってんの？ああ。残念なお兄ちゃん。何が残念なのか、俺にはさっぱりわからない。何これ？見ての通りさ、恋愛、新しい形の恋愛アドベンチャーをやっております。ゲームです。で、ココロちゃんが来るから、二人っきりでイチャイチャラブラブベタベタコチョコチョ。ぐちぐち食われる、食われるわ。慣れれば可愛く見えなくもないね。笑アレンジって何？エッチなこと言うんじゃない。まあ何でもいい。まあ、あの主人公の声がないんでシルビーが声当てをしております。そりゃ俺も男だし期待してるんだ。しかし声当てをする最初のゲームがまさかこれとはみたいなね。なんだよ、文句あんのか。そういうことだから協力し。お兄ちゃん、今日うまくはいきませんな。確かに払えて。超ウケる。慣れるまでに10年以上かかるな。この顔で言うならお前の方が先輩ひどいからな。確かに。うわ、最低。女の子に向かってそんなこと言う？え、あ、違うよ。お前のさっきの変顔ひどいって話して、お前の普段のお前はすんげえ顔いいからな。せやな、本音。お前な、心に言ってるぞ。どうせ冗談半分でしょ。本気で、心、お
お前は可愛いって。はいはい。というかお前何しに来たんだよ。ああそうだった。お昼ご飯どうする？家で食べるんなら買い物に行ってくるけど。昼飯か。じゃあチャーハンと味噌汁で。はーい。ではでは行ってきます。人間の食べ物を食べられるんですねコウモリは。よいしょそれだけか。行ってらっしゃい。飛んでったんだよなもちろん。ぜひこうバサバサバサっていう音を入れてくれると最高に楽しいんです。ガンを見に行ったけどなんかこれもいいかも。いただきます。はい召し上がれ。なんで浮いてるんだとか言ったら常にチャーハンと味噌汁。なんか味付け変えたか。いつもになんとなくおかしくてうまい。ああ、何が変わったかわからんがうまい。お米とか入れてみたの。ほう、なるほど。ところで、お兄さん？ん？どうして急に勉強なんて始めたの？ああ、まだ話してなかったな。聞いたら驚くぞ。そんな驚くって、私って簡単に驚くのよ。俺、東大を受験するんだ。キュイーキュイこの心の声と泉の声優の質がちょっとありますよね。レベルの差が若干ありますよね。コンソメ味噌汁わらわら。びっくりして飛び上がる泉、そのまま天井に頭を打ちつけたっておかしいと思うんだ。お前天井にいたなんか。びっくりした。どちらかというと床だろ。心が一緒に行こうって。こんばんは。ふっ、笑えばいいさ。けど最後に笑うのは俺だぜ。はいはい、満足か。さっさと飯も食ってし、ここら来るまで部屋の掃除もしとくか。掃除？珍しい。俺だって掃除くらいする。わかります。ベッドメイキングとか、ベッドメイキングとか、ベッドメイキングとか。なんでベッドメイキング限定なんだよ。彼女だけ概念が違うんだよ。コウモリにとってはそこが天井っていうわずかな可能性。たく何なんです。さて、ベッドミキ頑張るか。頑張るかい。お兄ちゃん、ココロちゃん来たよ。おう。下降りるとここらすでにリビングに案内されていた。こんにちは。もうなんかね、怖いもんでこの絵になれた。これは18禁じゃ、私はアウトラストの時もそうだったんですけど、もうある程度やると慣れるんですよ。慣れた。やばい。やばい。いろいろな意味でやばい、この慣れは。は？家庭教師のここない心で、一太郎くんの勉強を見させてもらうことになりました。声だけ聞けばいいんだ、声だけ。は？って。一太郎くんの得意科目は何ですか？一太郎はですね、日本語文章作成ですね。ワードロとかパソコンとかも混ぜるとそりゃもう。ある意味18禁、注意がエロはない。やった、何すんのよお兄ちゃん。俺たち勉強するんだ、お前引っ込んでろ。はーい。消したいと崩壊してきた。じゃあ早速だけど勉強しよっか。ああ頼むよ心先生。どうした？今のすっごく感じ悪い。ははは、すまんすまん。黒い方の18金、とりあえず2回上がるか。夕方。なんかハイエロファントグリーンに見えてきた。ふう、数学って基礎が大事って言うけど結構大変だな。そうだね。でも基礎さえバッチリにしておけば少しくらいの応用が対応できると思うから。これさ、ここになんか
これでいいんじゃないか。こうしとけば。よし、まだこれで大丈夫でしょ。ああ、クリックしたら前面に出てきた。ダメじゃん。そういうもんなの彼。お、それなら今日の夜は中心上げだ。うん、その息だよ。わらわら。心は今日の飯はどうするんだ。ダメじゃん。お母さんとファミレス行くの。あれ、もしかして作って欲しかった？出てきた時の恐怖感パレー。各自で対応ということで。またキッシンさん。ひどい。今日は昼に壊したからもう壊さないもん。キッシンに壊したのかよ。笑ってる声がドーンって。でもね、今まで何度も壊してきたけど、一日に2回壊したことはないんだよ。その豊満な服の上からでも分かる柔らかそうな早急を。早急。早急。え、ああぼーっとしてた。すぐ近くの商店街のファミレスで食べるんだけど、待ち合わせまで一緒に遊ぶ？商店街のファミレスっていうとバスとか、うん、ガストじゃないんだ。バスト前に7時待ち合わせだから、あと2時間くらいは遊べるよ。そうだな、遊びに行くか。うん、息抜きも大切だよ。あれ、どこか行くの？最初になんかサービス室にありましたけど、ここから衝撃的にしてはそんなないですね。ああ、夕飯までに帰るから。はーい。おとなしくお留守番してるから、デート楽しんできてね。で、拠点名わらわら。デート？そうだよ。これは立派なデートです。ほほほ、わからめてるんですけど。ほほ、わからめてるんですけど。ほほ、わからめてるんですけど。ここは絡めてるんですけど、大事なんで4回も言っちゃった。バッサバッサ。デート。また頬は絡めてるんですけど。とりあえずさ、普通に楽しもうぜ。うん、そうだね。だからさ、こうしようって。たす。これだったら消えないはずだ。工夫を凝らしました。よし、完全、完璧だ。ん、どれだ？これ、この小さいやつ。ちょっとこれだけ見れば。ちょっとなんか肌色の悪い感じの女子高生に見えなくもない。ちょっとね、あの病弱系な感じで。お。ね、これだけ見たら、もしくはなんかのキャラクターの写真ここに。準備の頭脳かきわらわら。ジェイジェイ。カマ。かわいく、かわいい。人生用的にはこれはダメ。まあかわいいんじゃないか。だよね。ただできればここにさらになんか腕が写真ね。わらわら。なんか顔画像でやったら6なのが出てこない。ま、顔にシルビマーク、今すぐ出ないな、ね、顔がなければまあなんとかこのゲームできる。どうしようかな。
より黄色系ギャル。なんか嫌な音がしてる。うわ、セミが鳴いた。商品タグにはセミ型の目覚まし時計と書いてあった。悪趣味だ。寝起きにこれはないわ。すいません、これください。セミ食っちゃうんか。はは、ココロ、もしかしてこれ買うの？そうだよ、お母さんにプレゼントしようかなって。ぜひお母さんを見たい。一太郎にも買ったらかけわらわら。いや、狙ってるやろ。いや、遠慮しとくわ。バッタってセミ食うか。食用時計わらわら食うのか。嬉しそうだね。うん、いい買い物しちゃった。ねえ、次はどこ行く？どうしようかね。あ、そうだ、お母さんセミ食なくない？家具？うん、大学生になったら一人暮らしでしょ。どんな部屋にするかイメージしながら家具見ると楽しいよ。なるほど、それは確かに楽しそうだな。じゃあ早速そこの家具屋さんから。まあ、ちゃだっとどっかしらここで。今日の夕飯はステーキだからね。ステーキ、肉食。もうちょっとで出来上がるからテレビでも見て待っててね。やっぱこれな、これだな。やっぱこうだな。今ちょっとね、ちょっと肌色の悪い女子高生で。そうだな、どのチャンネルもニュースしかやってないな。どんなニュース？どっかの家でキッチンが爆発したしさ。どこだろうね。というか、なんだこの状況。私のアパートに一太郎がご飯を食べに来たっていう設定だよ。なるほど。しかしね、心。何？この状況にはおかしな点が2つある。え？まず1つは一人暮らしでステーキありえない。そして2つ目だが、キッチンが爆発していない。もう妄想くらい自由にやらせてよ。手からなんか出てますけど。何これ、あれか、ピクシーか。そうか、二刀流。二刀流、ピクシーだった。実はリアルに。どんな感じ？よし、ちょっと場所を変わってくれ。キッチン爆発の流れ、ジェリズレじゃないと。バイトお疲れさん、晩飯もうちょっとできるかな。今日のご飯は何かな。ピクシーわらわら、サッポポ、サッポポ、一番見づらい。好きだろ、ピクシー。5年伸びてるとか、ピクシー、ピクシーわらわら。今日は感想は見放題。どうだ、嬉しいか。まったく、ここら仕方がないな。とっておきだ、卵を一つ丸ごとかけてやろう。ワクワクするだろ。こんなの夢がないよ。じゃあ一人暮らしするまでに料理をマスターするしかないな。この MS はキッチンに任せるより適温拠地。わくわく。じゃあまた明日ね。ああ、学校で楽しかった。今度はそうだな、楽しみにしてる。うん、じゃあバイバイ。ああ、またな。これで終わりかよ。ズダさん、これ多分ね、ずーっとこの画面を見せられ続けてたらおかしくなると思う。感覚が。ココロちゃんに勉強を教えてもらってるんだって。まだ久々に出ました。ようやく受験する気になったか。まあなんとなくだけどな。で、どこ受けるんだ。こんばんは、東大。こんばんは、今来てしまいましたね。マジで言ってんのか。マジだ、デラマジだ。そのために心を教えてくれてんだ。心ちゃんも頑張るな。それを無駄にしないために俺は頑張らないとな。今から目指して東大って、応援はするけどよ。だからさ、まず時々聞くかもしれないけれども、
よろしくな。ああ、俺って教えるのすげえ下手だからさ、やめた方がいいぜ。人間だもの。そうなのか。ほら、俺っては天才だから。は？秀才は他人に教えるのもうまいけど、天才は自己完結しちゃってんだよ。何のこと言ってるのかさっぱりわからない。まあ、そういうことだよ。仕方ない、心に申し訳ないけど、ってことも教えてもらうか。そうしとけ、心ちゃんその方が嬉しいだろ。人間だもの。それはどうだか。けどよ、あんまし頼りっきりになるなよ。東大だろうが、今の心ちゃんの成績でもギリギリ受かるかどうか。まあ、応援してるぜ。ああ、サンキュー。クリーチャーだものの間違いなのでは。クリーチャーだもの。クリーチャーだもの。ちょっとツボだ、みんなセンスあるな。クリーチャーだもん。ツボった。いやー、センスありますね、素晴らしい。わらわら。なんでだ、ちくしょう。すまん、全然わからん。ちょっと貸して。これね、こうして、こうして、こうなるの。次はいけそう？ちょっとやってみる。うん、詰まったら言ってね。落ちた？と思ったら自分の PC が熱落ちして今復活。おうおう。すまん、どう手を貼って付け始めていいかわからん。クリーチャーが教えてるからだろ。クリーチャー今のココ先生、俺からしたらココの正義は神様レベルだ。そんなあのコネクトでつまずいてる俺がその心と同じ画役、しかも今の心でもギリギリおなんかにここまで丁寧に教えてくれて、そんな時間本当はないんじゃないか。いや、心がどの行為じゃなくて俺が東大夢見るのもいい加減にしろ。やっぱ無理だわ。え？だってよ、基本は昨日のまでのやつと同じなんだろ。それがちょっと変わっただけでこのざまだ。たくさん練習すれば解けるようになるよ。基本をもう一回みっちりやろ。基本ならここ最近腐るほどやってるさ。それでもわかんねえんだよ。すまん。ちょっと休憩しようか。ジュース買ってくるね。俺何やってんだろうな。やめよ。何してるの。あ、おかえり。帰りじゃないよ。ジュース飲んで休憩したらまた頑張るんだよね。あのな。ダメ。ほら、せっかくジュースも買ってきたんだし、頑張ろ。聞いてくれ。聞きたくない。もうやめだ。こんばんは。なんでよ。こんばんは。まだ始めたばっかりじゃない。俺さ、こんなにできないものだと思ってなくてさ、お前の受験勉強にも響いちまう。そんなの気にしないよ。教えるのも勉強のうちだって言ったじゃない。こんな基礎中の基礎、東大受験を半年後に控えたお前がおされするようなものじゃないだろう。そんなことないよ。シリアス展開。いや、もしもお前が受験を失敗するようなことになったら、それこそ俺の責任になる。俺が勝手に責任を感じてしまうだけだ。受かるから、絶対に受かってみせるから。なんかいい話。ごめんな。クリーチャー大変。たった数時間だけど、教えてくれて助かった。なんで話を終わらせようとするの？
リーチャーが論破。俺の死ぬは俺なりに適当に考えるからさ。一太郎もバカ。良い音楽の無駄遣い。先に帰る。あんちゃん。ただいま。おかえり。パタパタと、パタパタと、狙ってるよね。ちょこちょこ狙ってるよね。どうすん、かまが。そうか、サンキュー。あれ、お兄ちゃん、なんか元気ない？いや、そんなことないぞ。嘘だ。嘘だけど。ココロちゃんとなんかあったんでしょう。パタパタわらわら。やられるかと思った。なんでわかったんだって思って。昔からお兄ちゃんが元気なくなるって、ココロちゃんと何かあった時だけだもん。うん、頭から血がね。敵戦略兵器動作。さすが我が妹。で、ココロちゃんと喧嘩でもした？なんか、あれだな。1時間経過しちゃったね。なんか私はアニメのキャラクターがよくわからないんですが、とりあえず妄想すればいいんじゃないか。こんな感じか。とりあえずトップで出てきた画像を重ねてみるね。人間は考えるものである。はい、これで完璧だ。どうせ、ああダメだった。まあ画面を見なければいいだけなんですけどね。だよねダメだった。私は二度同じ過ちを。ダメだ。すごく見入ってしまってます。わらわらですよね。わら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 。なんで喧嘩したの？わらわら消えた。わらわら心が一緒に東大行こうって。それで俺もその気になって。はい、一緒に行きましょうと勉強し始めて、また今さっき放り出して帰ってきたと。わらわら。お前すごいな。その通りだ。前も言ったけど、お兄ちゃんさ、本気で自分も東大行けると思ってんの？いや。だよね。でも、まあ、心ちゃんも心ちゃんかな。ん？どういうこと？こんなバカが東大に行けるわけがない。ギャンちゃんと。その通りだが、さすがに傷つくよ。とりあえず、ご飯にしよう。食べたら元気が出るよ。あ、サンキュー。Day 5! すごいゲームだ。起きてってば。心？何？幽霊を見てるみたいな目で見ないでよ。ほら、これだったらありでしょ。昨日の授業で最前面にダッシュプログラミング習った。これだったらありだよね。けどしかしだな、ここでクリックしてしまうとダメなんだ。これ逆だけどね、首がなんかこれだと180度曲がってる、もげてる感じですけども。だがしかし、ダメなんだ。いや、だって俺たち昨日喧嘩した。それとこれは別だよ。ほら、遅刻しちゃう。わらわら。ああ。どうした？どうしたじゃないよ。すぐ出るから着替えるの待って。あからめてるんですけど、おお、あからめてるんですけど、おお、あからめてるんですけど。
ああ、そうだな。すまん。笑い事じゃないよ。ご注目。また走ってる。僕だよ。プログラミングは心が折れる。あれですね、今これバトルシーンみたいになってますけど。もし私まで怒られたら、一太郎のせいだからね。そうなら、そうならないためにとにかく走る。じゃあ学校まで競争ね。あ、ちょっと待てよ。待ったなーい。みんな、心の目で見るんだ。間に合った。謎の疾走感わらわら。飛べよわらわら。大丈夫か？なんとか。さすがに疲れたね。バッタバッタ。すごい乾いちゃった。いや、飛んで。そしてギリギリ間に合って俺たちの仕事。BGM だったら脳内変換できそう。キンコーン。先生機長、席に着かないとね。ああ、いきなり放課後飛んだな。結局なかったに接してきた。俺は正直戸惑いを隠さなかったけど、今まで通り心と一緒にいられることに少なからず安心していった。しかしいつもと違う点が2点ほどあった。昼食に誘ってこなかったこと、そして今俺は一人で下校している。一太郎、マサト、ちょっとつらかせ。クリーチャーだもの。ん？いいけど、どうした？いいからついてこい。なんだよ、随分と喧嘩をしたな。そのつもりだからな。どういう意味だ？今だけジャミングクラッカーくらいたい。お前、ココロちゃんを泣かしたな。泣かした？俺が？そうだ。今日ココロちゃんからいろいろ聞いた。心当たりはないのか？どうやらあるみたいだな。ああ。お前はココロちゃんの行為を踏みにじった。踏みにじった？そんなことしてない。お前が軽はずみで東大に行くなんて言うから、ココロちゃんもその気になって。一生懸命に勉強を教えようとしただろう。それは心が刺さってくるから。決めたのはお前自身。自信がないならどうして最初から断らなかった？喧嘩だよ次。それはお前の食われると半端な決断が、悪魔が、甘っちょろい意志が、心ちゃんを傷つけた。そんなこと分かってさ。分かってねえだろ。今日だってなんだかんだ普段通り接してるし、よかったとか思ってたんじゃないのか。全部そうだ、都合のいいように解釈しやがって。心ちゃんがどれだけお前のために頑張ってるか。俺は、頑張ってくれなんて一言も言ってない。クズが。なんでお前にクズ用意されなきゃいけないんだよ。お前、いつまでも心ちゃんに甘えてんじゃねえよ。甘えてなんかいない。俺あいつがいなくなってて別に大丈夫だ。本当か？本当にそう思うのか？ああ。だからこの話はもう終わりだ。本当は好きなくせに強がってんじゃねえ！うわっは！死んだ！好き？俺が？ココのこと好きだって。そう言ってんのか？そうだよ！今さらごまかさないよな。普通の友達か、好きなのか、それともちょっとあれがありそうなんで、
魔王様わらわら。ショットガンはどこですか？でい、ガクガクブルブル。今が答えを出すときなら、魔王。死神さん、俺は、ここのことが。さあ、来ましたよ。三択でございます。皆様三択。1番を好き。2番を普通。3番を嫌い。さあ、入力してみましょう。1、2分ほど待ちます。皆様の選択肢で、このストーリーが先に進む。さあ、参加型の恋愛シミュレーションアドベンチャー。さあ、恋愛アドベンチャー。1番が好き。1番、番号でな。番号で集計がしやすいから。1、好き。嫌い。2、普通。3、嫌い。1、3、1、1、1、1、1、1、1、新しいスタイル、ショー、3、2、3、1、ちょっと待ってね、ちょその辺でちょっとトイレ行ってみます。1、1、1、1、嫌いにしたら他のキャラ来るかな。3、3、1が多いけど、皆さんの本音は3ですね。わかります。1。種族を超えた愛が試される。多分1が心 EMD、3が妹 EMD かな。流れでは1だよねー。っていうか主人公息長いな、マガオ。さーて、水分を取り、水分も持ってきす。まあパッと見でやっぱ1っすな。この国ヤギっぽい。じゃあ、まあやっぱりあれですね。あのヤギか。1が多いですね。1番いきますか。好き。皆様の意見を反映して、好きでいきます。面白いね、これね、みんなに聞くのって楽しいね。またどっかでアドベンチャー拾ってくると思うよ、俺は。このなんか、こうやってしつつやるの結構楽しかったんで、またどっかで拾ってくると思うよ。また変なの。とりあえずじゃあ好きいきます。そりゃあ、好きさ。当たり前だろ。今までずっと一緒にいたんだ。好きに決まってるじゃないか。じゃあなんで東大を目指さない。好き嫌い。俺が受かるわけないだろ。心巻き込むわけにもいかないだろ。それぐらい察しろよ。じゃあ遠距離か。それも仕方ないさ。東大だけじゃない。俺の学力じゃどこの大学にも受からない。それじゃあ離れ離れのままだな。おめでとうハッピーエンドだよわらわら。ネタバレはほどほどにな。それでもしあいつが OK 出してくれた遠距離